い、皆さんこんにちは、ワナルゲルビジです。では今回は、三国志14曹操伝のプレイ続きをやっていきたいと思います。実はですね、少しだけ進めてまして、光塾これを滅ぼして、制圧を完了しています。なので、まずはね、この城南近辺、ここをしっかりと、まあ、曹操のね勢力圏内にまずはしていきたいというふうに思っています。じゃあそこからスタートしましょう。で、まずは出陣で周辺を制圧ね、しっかりしていきます。実は少し武将の数が足りなくなってきているんじゃないかなと思っているので、武将の配置のバランスですね、これもちょっとしっかり考えていかないといけなそうなんですね。優秀な武将を、まあ、ある程度いろんなところに配備をしておく必要があるなと思いつつ、まあ、一体どこまでね敵に備えておくかというのも出てくるので、ちょっと本当に悩ましいところですね。で、合わせてちょっとイベントが先に見れそうなので、イベントを見ていきます。波動レベルがもうちょっと頑張れば上がりそうですね。じゃあイベント見ましたので、続いてこの城南に歩兵担当と訓練担当を置いておきます。で、巨匠は誰がいる？武将の話ですね。あ、まあ、それなりに揃ってはいるか。花公園もいるしね。で、この先ですけどどうしようかな。どっから攻めるかですよね。まず隣接している3つの東卓軍の都市のうちの1つ深夜を見てますけど、ここだと、まあ、敵の兵力が約1万。続いて円、ここ董卓自ら1万3000。いやー、円はちょっときつそうだな。かといって古老館にはどうせ呂布がいるんでしょ。あ、いないね。海遊がいるね、その代わり。じゃあ洛陽に呂布がいるのかな。そうですね、兵数2万。いやー、この辺りを攻めていくのは無謀というものだな。陳留から出陣させて周りの海域、海域じゃないね、提督の決断の癖が抜けない状態でお話をしちゃいましたけど、しっかりと占領を広げます。あとは光塾を滅ぼしたことによって劉表と国境を接する関係になってしまったので、まあ、劉表との関係改善、これを行っておきます。かしこまりました。そんなところかな。じゃあ再び陳留から内政見ておきます。穴があるところはね、しっかり穴を埋めておきたいので、
酸素も一応入れる。なんかすぐ敵に奪われるんでね、まあ、どっちがいいのっていう話はなりますけど、いや純育が入ってくれたの本当にでかいよな。かしこまりました。続いて巨匠ですね。心得ました。で今取ったジョナ、もうそろそろ面倒くさくなってきたらね、都市に関しては方針を設定するというのでもいいのかなというふうには思いますが、もうちょっとね前半しっかりやっておきましょう。東卓軍に奪われるか。聞いてください。さあ巨匠ですね。で円との国境にはね弓矢倉を立てて、お置きましょう。どうした。わかった。陳留に1万の兵でしょ。呪春が、呪春じゃない、巨匠がちょっと物足りないかな。ジョナンに1万6000なので、これで深夜を攻めるというのはありかなと思ってはいます。さらに出陣して占領を早めていきましょう。そうか、1000しか出してなかったからめっちゃ時間かかるな。3000にしとかないとね、いけなかったですね。ちょっと目論見が甘かったかな。さあでは決済系のイベントを行っていきます。お金が十分にあるとは言い難いからな。上々だ。次の目標、深夜攻略のためにはジョナンに兵を集めて一気に深夜を攻め落とす。で深夜から北上して円、さらに武漢を通って韓国間、そして洛陽長安を目指しましょう。まあ、古老間を抜けていきなり呂布と対決するよりかはこの深夜から北上する方が、まあ、現実的な、あまあ案のような気がするので、ちょっと一旦そういう風にね、やっていきたいと思います。じゃあ神前を送っておきます。長雲ともちょっと仲を良くしておこうか。心得ました。であとは武将のバランスを考えていきます。移動。うわ、巨匠に11、ジョナンに7。ジョナンにちょっと武将を増やしておく必要があるな。まあそこそこ統率ができる人、巨匠を書くか。この辺りまでを移動する。行くとそもそも今陳留ってさ大丈夫かな。歩兵担当いるね、ちゃんと。巨匠は出陣していなくなってると、あやっぱりだ、訓練担当がいなくなっている。でそもそも
そもそもだ。ようか。早急、いやー残しとくか。加工園をジョナに移動。出陣だ。でだ、巨匠の訓練担当。まあ考えあたりに任せよう。しっかりやってもらいましょう。これで、まあ、内政の基礎はできたかなと思うので、この先は占領と外交と、そして深夜攻略、この準備に入っていきましょうかね。いやー、それにしても新型コロナウイルスの猛威が止まらないですね。もう4月に予定していた上海遠征と上海の10キロのマラソン大会、もうちょっとこれはやめておこうかなと思ってまして。おっと、ちょっと待ってくれ。カンネイが出てきてるな、縁から。劉氷とはひたすら仲良くする必要があるというのと、あとはカンネイが3500、早急隊を引き上げる必要があるな。ご確認ください。どうした。急ぎ入場。おう。でどうする。巨匠からは軍を出して救援しましょうか。出陣する。いやもう洛陽とかからいつ敵がね、こう大軍を率いて出撃してくるかもわからない状態だな。これ金もない、金がなさすぎるな。本当にね、新型コロナウイルスのせいで4月の上海にもう断念せざるを得なくなってしまってるんで、まあ、その代わりといってはなんですけど、4月の頭にね、ツイッターとかではお話してる通り、バンコクで行われるディズニーオンアイスのチケット取ったので、バンコクに行こうかなと。またこいつバンコクかっていう話なんですけど、なんとかちょっとバンコクぐらいはね遊びに行かせてもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、それも新型コロナウイルスがね、あの世界中に拡散されてタイとかバンコクとかで猛威を振るったらね、キャンセルせざるを得ないかもしれないですし。さあ張雲に対しても金を渡しましょう。いや金がないのに金を渡しているというこの状況が、果たして早急隊が壊滅、まあ、軽傷だったらいいだろう、戻ってきてもらう。報告いたします。そしたら迎撃しておきましょう、はい、心得ました。で3000で海遊が出てきてるけど、まあこちらに向かってきているという気配はないので、一旦このまま止めおいて、ちょっと兵の数がかすぎる操作ミスなんで、これ一旦戻しましょう。入場。心得ました。総人隊も入場。やろう。3000、最低3000で出とかないと結果的に、まあ、何もできないということになるので、金がない、金がないのか。金の挑発。どうや。で推挙は受けて、
水挙は受けて、守備は上々。金がない、金が欲しい。同盟を結ぶための金がない。外交には金がつきものですからね。よし、今回結構金を拾ってきてくれたな。曹操隊の攻撃に敵が出てきている。一度ジョナンまで引くか。敵を引きつけておいて撃破する。報告いたします。なんだ、わかった。で、敵が引いていくのを見たら命令かな。戻りましょう。うむ、どうされましたか。だいぶ気の抜けた声だな。やるとしましょう。陳留にだいぶ兵が溜まってきているのはプラスだな。ジョナンも同じく金が溜まってきてくれてるので。いや、マジで金がないな。どうするよ。兵糧もないし金もないしっていうこと今。うん、ちょっとお金を中心にやっておく必要があるのかな、開発をね。今まではもうとにかく兵力を重視してきましたけど、ことここに至ってはある程度バランスを取った配置というものをしておかないといけない、まあ、そういう段階になったのかなという感じがするな。ここもじゃあ極端だねという話にはなっちゃうんですけど、商業、農業、このあたりもまあそつなく入れておきましょう。ジョナンはじゃあ曹操自ら遺憾なくその力発揮してもらいましょう。いや、武将の数が本当に足りない。任せてください。場所の取り合いが始まるとね、本当に面倒だからね。いや、武将がいない。一切承知。陳留は武将余ってるかな。余ってれば巨匠に、いや、巨匠に武将を出すにしてもそれなりにいるっちゃいるけどな。誰をっていう話だな。では向かうとしよう。あとは金を地面から回収。では参ります。うわ、董卓が出てきてる。ただこれ董卓を討ち取る好機なのに軍の数が足りないな。3000でしょ、董卓が。お、マーカーが回復した。OK だ。
で、董卓に対して巨匠の兵5000。聞いてください。まあ董卓も防御はともかく攻撃力はアホみたいに強いからな。ジョナンの金がないんだな。となるとジョナンに金を陳留から移送するというのが一番の手だな。それをまずやりましょう。移動、輸送、まあ誰でもいい。この爺様に任せよう。まあ兵は1000、まあ2000弱。金だ金。今私は金を欲している。ジョナンにこれで金を届けてもらう。で、金がないのはなんとか回復するでしょう。金がなさすぎる。マジかというほど金がない。まあそれも輸送が完了するまでの辛抱なんで、ちょっと我慢してもらおう。もうバンコク行ってもね、特にお昼は全く金使わないですからね。さてと、劉表と国境を接しつつあるのか。劉表とは仲良くしておきたいけど、張力は強いな、さすがに。そしてかっこいい。董卓をどう始末するかだね。あとはどこまでやってくるのかわからんけど、お喜びください。よし、劉表とは友好になったね。友好になれば一応そのまあいわゆる交渉はできますからね。同盟交渉は可能。董卓をおびき寄せてそこで董卓を撃つというのはありだな。では出陣していきます。今度はね、ちゃんと兵を間違えないように気をつけましょう。さあ、じゃあそれぞれね、占領を始めてもらう。出陣だ。で、金はどうなっている？劉表は親密まで上げておきたいよね、確実に。同盟をなすために。かしこまりました。巨匠はちゃんと歩兵してる？してるな。いや、歩兵担当がいなくなってる。お任せください。この辺だよね、絶対に間違えちゃいけない、忘れちゃいけない。 OK だ。じゃあこれでいこう。なんかね、どうもやっぱり女、バンコクのゴーゴーオーバーとかマッサージ屋さんの女の子とかも中国人の動向というか、中国人にはかなりセンシティブになってるみたいですね。なんかやだなみたいなメッセージがちょいちょい来るのを見ますけど、
まあそりゃそうだよね。新型コロナウイルスって言っても、まあ、重症化する人、まあ割合では多くないものの、死んでる人もね、それなりにいますもんね。で、死んでる人の内訳がわからないじゃないですか。例えば、ご老人の方が多い、お年寄りの方が多いのか、子供なのか、持病があった人なのかとか、そういう情報が全くないんで、ちょっと ビビリはしますよね。よし、収穫になったね。これでできることがさらに増えたんじゃないか。ご確認ください。いや、まだまだ時間かかるな。長男まで金をなんとかしたいね。1ヶ月以内に兵糧枯渇か。無駄に兵を失いたくないけど、1ヶ月以内にこいつが届くとも思えないな。さてどうする。まずは提案、兵糧の挑発。当然だ。それでもダメか。いや、せっかく出したけど戻そう全員。呼んだか。任せろ。分かった。命令だ。命令で。帰ってこい。わかりも。なんだ。任せ。呼んだか。やってやろう。ちょっと迂闊だったね。ここさ、戦闘始まってる？始まってるな。劉表と董卓が戦い始めてる。悪くないな。そしたらさらに要塞化を進めよう。出陣する。なんとか物資が届くのを待ちましょう。2、3ヶ月まだかかりそうだからね。あんなところで実様が行ってまいります。ぬらりくらりと運んできてるから。今兵糧攻めされたら終わりだね、本当に。ジョナンはさあ、劉表は上昇。親密にはまだ程遠いか。報告いたします。で、金はない、相変わらず。もうこれ以上徴費何もできないからな。金がないから。ちょっと待ってね。そもそも人材で探索する場所をジョナンにして、ここで金を曹操自らかき集めてこよう。直ちに向かおう。が逃げられたな。でも
炎章との同盟が残り2ヶ月で終了、それはよろしくないな。ただいま。呼びましたか、呼びましたか。かしこまりました。ちょっと待ってね。神前炎章は神密残り1ヶ月、まあ大丈夫かな。で劉表に対しては曹操が再び赴いて、これで親密化しましょう。さあただでさえ金がないのでここはやめておこう。再び曹操自ら序なんで閣下と共に道端に落ちてる金を集めてもらい、で次の次のターンぐらいかな、実様がね金と兵糧と持ってきてくれるので、炎章との同盟が切れたら困るぞ。そのために金はキープしておきたい。何が何でも金だ。さて参るとするか。いや、巨長は一切金を見つけてこないね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。造作もありませんが。ここまでだ。さあ劉表とはこれで親密になりたい。まだ親密にならないか。よし、金が手に入った。ご確認ください。さてそしたら金がたんまりあるので、ここはね今までよく耐えてくれたということで宴会を開きましょう。宴会を開きましょう。成功だ。で敵を混乱、何三層に敵が現れてるの全く見てなかったね。じゃあ外交します。神前もういい加減劉表をさ親密になってもらわないと。で次のターンで炎章との同盟の、まあ、延長交渉ですね。あー確かにここにいるな。毛達3000、軍落台の近くで迎え撃ちましょう。動くとするか。命令だ。命令か。動くとするか。さてそしたらジョナンで、まあ、3万の軍が入っているので、この3万の軍をうまく使っていきたいですよね。出陣だ。そうか、ちょっと戻ってくるの待つ。いやその必要はないな。まあ、早々強いかというと強くないからね。何分決して強くはない。
必要だったらね、ジョナンに1万7千まで残ってるので、これを動かしていきましょう。守備は上々です。ご確認ください。さあ、そしたらまず忘れないうちに絶対に同盟を結びたい炎章。持ち24ヶ月。さらに純育を派遣。金も惜しみなく。承知しました。で、この後だよな。陳竜からさ、再び輸送させる？兵はまあいいか。金と兵糧。また実様に実様にこのとんでもない量の物資を運んでもらう。では参ります。で、京商からも出陣して、あの一帯をね、我がものとするために。占領で、董卓が出てきたらこれを撃つということかな。はい、というわけでちょっと時間長くなりましたので、まあ肝心の工事をぶったたいたところはスキップしてしまったんですけども、次回はまずは深夜を攻めて、まあ、深夜にいる董卓軍をね、駆逐後円に進出で、縁から武漢を通って洛陽というところをね、ちょっと目指していきたいかなというふうに思っています。はい、では今回はね、ちょっとここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。まあ、なんといってもね、3つの都市を支配するまでになりましたので、だいぶプレイの幅が広がってくると思いますので、ぜひ皆さんの応援引き続き、よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。